インターネットエクスプローラー、インターネットエクスプローラー10、10インターネットエクスプローラー10は、マイクロソフトが提供している、インターネットエクスプローラーのバージョンの一つである。インターネットエクスプローラー10は、Windows 8とその ARM 版である、Window RT および Windows Server 2012に同梱された。Windows 8のモダン UI 対応版と、従来のデスクトップ版の両方が提供される。 従来のデスクトップ版については、Windows 7、Windows Server 2008R にも対応している。2012年11月14日にリリースプレビューが2013年2月26日に正式版が Windows 7、Windows Server 2008R に向けに提供された。2016年1月12日をもって、Windows 7を呼び、 Windows 8向けのサポートが終了した。ただし、Windows s e サーバー2012向けのサポートはこれまで、同り継続される予定だった。その後、Windows s e サーバー2012及びウィンドウズエンベ d ッド8スタンダードにインターネットエクスプローラー11を公開することが発表され、インターネットエクスプローラー10のサポートは2020年1月14日に終了すると変更された。 Windows 8と Windows RT のみ、Adobe Flash Player があらかじめ含まれており、Windows アップデートを介して更新が行われる。Windows UI 版のインターネットエクスプローラーは、アドオンが動作しないが、Flash Player のみ動作する。標準提供版のみの機能が提供されない他に、Windows 7と Windows Server 2008R に用の、 インターネットエクスプローラー10ではタッチ入力に関するトムイベント、トムプロパティ、CSS プロパティをサポートしていないものがある。HTML5 や CSS3 による標準化が進んでいることもあり、IE10 ではそれらに置き換え可能な IE 独自機能への対応を一部打ち切っている。なお、これらの機能のうち一部は互換モードで動作させる場合には従来通りに、 動作する。プラットフォームプレビュー1は太平洋標準時2011年4月12日から開催されたマイクロソフトのカンファレンスミックス11で発表された。プラットフォームプレビューに合わせてマイクロソフトが公開している Web 標準テスト項目に新しく502項目追加し合計6401項目のテストケースが公開された。 JavaScript は Internet Explorer ーー9では対応されなかった。ICMS クリプト後の使用の一つである ICMS クリプト5ストリクトモードに対応した。CSS はに新しく対応した。プラットフォームプレビュー1の対応プラットフォームは Windows 7に対応する。Windows Vista では使えないとマイクロソフトが明言している。 開発中のインターネットエクスプローラー10のデモでは、プラットフォームプレビュー1に含まれていない CSS3、3D トランスフォームズと CSS3 トランジションズのデモが行われた。スティーブン・シノフスキーによって、デモマシンの一部は、アームアーキテクチャのマシンであることが明らかにされ、同日ウェノビディアによって開発中の時期 Windows を搭載した、テグラにマシンであったことが、 明らかにされた。プラットフォームプレビューは8週間から12週間間隔で公開される計画と発表された。プラットフォームプレビューには太平洋標準時2011年6月29日に公開された。合わせてウェブ標準テスト項目に新しく270項目追加し合計6668個のテストケースが公開された。 以下の新しい企画に新規、部分、追加の対応が行われた。Web ワーカーズ、チャンネルメッセージング、Async スクリプトといった新しい技術により、バッテリー寿命と HTML5 アプリケーションのパフォーマンスも改善した。さらに、HTML5 サンドボックスと E-Frame アイソレーションのサポートにより、Web アプリケーションのセキュリティも改善した。デベロッパープレビューは、 太平洋、時間2011年9月13日に開催された、マイクロソフトのビルドコンファレンスで公開された、Windows デベロッパープレビューに含まれる。Web 標準テスト項目に、新しく312項目が追加し、合計6980個のテストケースが公開された。デベロッパープレビューでは従来と同様の、デスクトップ版とメトロスタイル版の2種類が、 提供されている。メトロスタイル版のインターネットエクスプローラーは、タッチ操作メインのブラウジング向けにデザインを行い、HTML5 に準化した、プラグインフリーの設計になっている。プラグインによる、ユーザー体験は、メトロスタイルのブラウジングと HTML5 ベースの、Web にはそぐわないためと述べられている。プラグインフリーにより、バッテリー寿命、セキュリティ、信頼性、 プライバシーの面で利用者にメリットがあり、ウェブ側でプラグインを必要としない HTML5 の採用が増えている点が述べられている。デスクトップ版は従来通りアクチベックスコントロールが提供される。PP3 では以下の新しい企画に新規、部分、追加の対応が行われた。プラットフォームプレビュー4は太平洋標準時2011年11月29日に 公開された。プラットフォームプレビュー4は、プラットフォームプレビューにまでと同様に、スタンドアロン型のもので、Windows デベロッパープレビュー用のみ公開された。Web 標準テスト項目に、新しく118項目が追加し、合計7092個のテストケースが公開された。PP4 では、以下の新しい企画に新規、部分、追加の対応が行われた。 コンシューマープレビューは太平洋標準時2012年2月29日に公開された Windows 8コンシューマープレビューに含まれる。デベロッパープレビューと同様にメトロ版とデスクトップ版がある。プラットフォームプレビュー後ではパフォーマンスの改善を含む小規模な改善が行われた。Web 標準テスト項目に 新しく456項目が追加し、合計7548個のテストケースが公開された。リリースプレビューは、太平洋標準時2012年5月31日に公開された Windows 8リリースプレビューに含まれる。Adobe Flash Player 11.3を統合し、メトロ版でも機能限定ながら、フラッシュが利用可能になった。 Do not track を規定で有効化した他にアプリ切り替えボタンの削除、検索結果 UI の変更、新機能のフリップアヘッドボタンを搭載している。Web 標準テスト項目に新しく75項目が追加し、合計7573個のテストケースが公開された。Windows 7よび Windows Server 2008R に向け IE10 のプレビューバージョンは 日本時間2012年11月14日に公開された。Windows 7および Windows Server 2008R に向けの正式版は日本時間2013年2月26日に公開された。Windows 7に導入すると環境によっては一部のアプリケーションが正常に動作しなくなることがあり、最悪のケースではブルースクリーンが表示される。AMD 社製。 ビデオカードを搭載するパソコンで発生する可能性が高いとみられる。新しい UI の IE、Windows 8スタイルの IE 日本時間1月13日打ち、CSS3 は70項目、JavaScript は432項目打ち、HTML5 は116項目。 CSS は6項目 JavaScript は432項目 Web アプリケーションズは126項目 JavaScript は22項目 HTML5 は68項目 SVG は4項目 CSS は44項目 Web パフォーマンスは20項目 Web アプリケーションズは140項目 JavaScript は36項目 HTML5 は12 項目、CSS は10項目、Web アプリケーションズは19項目、JavaScript は77項目、HTML5 は12項目、Web アプリケーションズは55項目、JavaScript は389項目、HTML5 は10項目、CSS は20項目、Web アプリケーションズは37項目、JavaScript は8項目、日本マイクロソフトは E チーム、 2013年3月18日閲覧。日本マイクロソフト IE チーム。2013年3月18日閲覧。清島直樹。Windows 7用 IE10 を正式リリース。動作を20%高速化。IT Pro 日経 BP。2013年3月4日閲覧。前橋号。Windows 7 8 1は IE11 のみ。 サポート、インターネットエクスプローラーの旧バージョンは1月13日サポート、終了。イティメディア PC ユーザー、イティメディア、2016年1月30日閲覧。サポートエンディングフォーインターネットエクスプローラー10。2019年2月1日閲覧。条件付きコメントがサポートされなくなった。MSDN、マイクロソフト。2013年11月20日閲覧。 vml がサポートされなくなった msdn マイクロソフト2013年11月20日閲覧デラックスフィルターがサポートされなくなった msdn マイクロソフト2013年11月20日閲覧 abcd in hakami bitch native html 5 first ie 10プラットフォームプレビューアベイラブルフォーダウンロード i ブログ2 0 1 1年4月12日閲覧。インターネットエクスプローラー10、テスティングセンター。マイクロソフトコーポレーション、2011年7月3日、閲覧。田村のりお。BMS が、アームで動く、次期 Windows 上で、IE10 でも、ニュース、IT プロ。日経 BP、2011年4月14日、閲覧。 ディーン・ハカミ・ビッチ、サイトレディ HTML5 セカンド IE10 プラットフォームプレビューアベイラブルフォーデベロッパーズ i ブログ2011年6月30日閲覧インターネットエクスプローラー10テスティングセンターマイクロソフトコーポレーション2011年10月26日閲覧ディーン・ハカミ・ビッチ、Windows デベロッパープレビュー The Third IE10 Platform Preview.iBlog 2011年10月26日閲覧。ABC スティーブン・ソナフスキーメトロスタイルのブラウジングとプラグインフリーの HTML5 Building Windows 8 2011年10月26日閲覧。ロブマウチェリー HTML5 For Applications The Force IE10 Platform Preview アイブログ、2011年11月30日閲覧。ポールサーット、Windows 8リリースプレビュー。チェンジズツインターネットエクスプローラー10。ポールサーット、S、スーパーサイト 4Windows。2012年6月2日、閲覧。中井博史賞。森トーク第49話知っておくべき IE10 のこと。窓の森。2013年4月15日閲覧。 ありがとうございます。